日米大戦合同訓練は世界でもトップで、すでに世界が見ている強敵は日米同盟と言っても過言じゃないよね。特に中国などどうしても思惑通り進まないのが海底太平洋進出だろうな。さて今回はそんな日米潜水艦について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。防衛省は2020年6月20日、日本の接続水域内鹿児島県奄美大島の北東で、6月18日に潜航する外国の潜水艦を発見したことを発表し、他国潜水艦を発見したのは、海上自衛隊の P1 哨戒機や P3C 哨戒機、護衛艦加賀などだったよ。他国潜水艦が接続水域内を潜水通過するのを確認したのは実に2年半ぶりのことで、どの国の潜水艦なのか、目的などについて防衛省は日本側の探知能力に関わるものであるから公表できないとして何も公表していないね。政府関係者によるとおそらく中国海軍の潜水艦だろうという見解だったな。前とした接続水域とは、その国の領海領土から 22km の外側のことであり、かつ領土から 44km の範囲内のことを言うぜ。その先の地域を排他的経済水域 EEZ エクスクルーシブエコノミックゾーンと呼んでいて、潜水艦が領海を航行する場合には、海面まで浮上した後に国旗を掲揚しなければならないというルールがあるね。つまり領海の潜航禁止は決められていることで、領海内では漁業も行われているため、安全を考慮すれば存在を明らかにするのは当たり前のことってわけだ。接続水域内では潜航することが認められているという海のルールも存在し、要するに、本案件については日本の領海ではなく、接続水域であるため潜航禁止ではなかったということだな。しかし領海ギリギリの線を往来されれば、不愉快な気持ちになってしまうぜ。この事態に海上自衛隊の潜水艦林尾の元艦長などを務めた伊藤氏がインタビューで、以下のように答えているよ。中国の潜水艦に間違いないだろう。わざわざ接続水域を潜って通るということは、完全に意図的なものだ。人間に指紋があるように、スクリューの回転音など、潜水艦にはそれぞれ独特の音紋というものがある。詳細は言うことができないが、海上自衛隊はそれらの情報をすべて持っているため、どの潜水艦かは見当がついている。だから自分が海上自衛隊に捕捉されているということも理解している上で、その探知能力を試すのが一番の目的だったのでしょう。習近平主席による独裁体制が確立して以降、ナショナリズムを高揚させるために、軍が主導して対外的に強硬策を取っていると聞いている。尖閣での動きもそうだが、実は去年から始まっていた動きなのだ。このようにして、平時においても様々な動きをして抑止力をぶつけ合い、睨み合いをしているというのが水面下で起きている現実なのだと述べたんだ。ちなみに中国は2019年時点で60隻以上もの潜水艦を保有していると言われており、この数は日本の保有数を大きく上回っているらしい。さすがは軍事大国中国だと、ここでは褒めておくぜ。さらに伊藤氏は、インタビューでこう続けたよ。確かに数字だけで比較すれば海上自衛隊は中国に追い越されている状態に見える。しかし、問題は潜っている潜水艦を見つける能力の差であって、今はアメリカ海軍がナンバーワンと言われているが、1990年代までは海上自衛隊が世界で一人勝ちのような状態だった。横須賀のアメリカ海軍第7艦隊と一緒に訓練をしていたため、アメリカに引っ張られるように能力が向上していった。加えて P3C を100機体制にしたことで、一気にレベルアップした。例えば私は1998年にハワイ沖で行われたリムパック演習に日本代表として参加したが、林尾1隻でアメリカを含めた艦隊を全滅させた。今も対戦線の技術においてはイギリス、フランス、ロシア、中国もダメだし、イージス艦の能力とミサイル防衛の能力も日本とアメリカだけがズバ抜けている現状だ。だからこそアメリカは海上自衛隊に対し世界で一緒にやれるのはお前らだけだと言っているのだ。だからこそ、中国海軍が日本を妙に意識しているということだと語っていたんだ。リムパック艦太平洋合同演習は防衛省関係のニュースでよく登場する単語であり、
アメリカ海軍の主催によりハワイ周辺海域で行われる各国海軍の軍事演習のことであり、初めて聞いた方は覚えておくと良いだろうな。日本の海上自衛隊は1980年昭和55年から、総40年も前から参加しているということになり、また、先の伊藤氏がインタビュー内で述べていた1998年のリムパックには日本、アメリカの他にオーストラリアと韓国も参加していたぜ。ここ最近の外国艦艇の行動に関して、中国潜水艦の潜航を受けた当時の河野太郎元防衛大臣は自衛隊に対して、緊張感を持って情報収集にあたり、領海領空の警戒や監視に万全を期すようにと指示を出しているね。このような外国との緊張感を膨らませるような出来事については、広報戦略の一環としてわざと国内外に知らせることはよくあることなんだ。この活動の課題について伊藤氏は、私は2001年の同時多発テロ 9.11 前後の年にワシントンで駐在武官をしていた。その後、自衛隊の広報室長の職も務めたが、日本のお役所作業というのは、どうしても固い部分が多くて、記者などの外部の人間に情報を提供したり、実態を見せたりするというのを回避したがっていたと語ってくれたよ。つまり一般国民が国防に関わることを教えるのは難しいというよりも教えたくないという雰囲気が強いということが言えるんだが、しかし、海で働く人たちは海上自衛隊や海上保安庁の職員だけではないからな。海では漁業関係者のみならず、観光客を相手の商売をしている人もたくさん存在しているわけで、そのような人たちを含めて、多くの人々に日本が抱える対外的な課題を知ってもらうことが必要であると訴えたいぜ。機密が漏洩してしまえば、日本が危うくなることは理解しているが、しかし日本国民を海外の敵対する国から守るのが自衛隊であるならば、海の働く人たちの安全を守るためにも、防衛省や国の機関は情報を広く公開してもらいたいと強く願うところだ。また、今後も日本の接続水域を脅かす周辺国の潜水艦をいち早く探知してもらい、次は国旗ではなく白旗を上げてもらうことを期待したいね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。鹿児島県種子島の西に浮かぶ無人島の馬毛島に、航空自衛隊の基地建設が始まって1年経過したよ。滑走路を造成して島全体を航空基地にする工事が順調に進められているようだな。今回は出雲加賀経由、入港について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年1月12日付鹿児島の南日本新聞社が、航空機から基地建設工事が進む様子を取材した記事を写真とともに掲載したよ。森林伐採や造成が進み、作業用らしき未舗装道が全域に張り巡らされている。あらゆるところで重機が稼働中。海沿いは大型専用の仮設桟橋が岸壁から沖へ伸び、内陸部にも建物が立ち並んでいたということだったんだ。同島における基地建設が本格的に進められていると伝えているね。防衛省は2021年8月6日、アメリカ海軍の空母艦載機の訓練及び航空自衛隊機が訓練を行う飛行場を持つ基地を建設するとして、鹿児島県西之表市の馬毛島を選定したんだ。それに合わせて、同島に整備される港湾施設など基地施設のイメージ図を公表したぜ。馬毛島は大隅諸島に属し、ロケット発射基地として有名な種子島の西方 12km に浮かぶ面積 8.2 平方 km で周囲 16.5km。島のほとんどが低地で平らな無人島だな。2005年平成17年の国勢調査ではかつて馬毛島を所有していたタストンエアポート社当時は馬毛島開発の従業員15人が住民として登録されていたので、その時は有人島扱いになっていたようだね。島の位置や形状から2007年頃より、横須賀基地駐留のアメリカ海軍第7艦隊の原子力空母が横須賀基地に帰投した際の、艦載機の陸上空母艦載機離発着訓練 FCLP の候補地として注目されていたんだ。その後、2010年平成22年に防衛省が馬毛島を自衛隊施設として使用すると決定。
滑走路整備による航空基地だけでなく上陸演習場や事前集積拠点としても利用する以外にも、災害派遣時の物資集積場として使用する計画を立案、種ヶ島などにでは地元説明会を開いていたよ。しかし馬毛島では2011年平成23年に馬毛島開発オーナー一族でトラブルが発生。その他にも滑走路建設などが原因の数々のトラブルも発生したぜ。そのせいで計画が危ぶまれていたが、日本政府はアメリカ海軍の FCLP 訓練の候補地として2プラス2の公文書に表記。2018年には防衛省が馬毛島を海事空事用守る隊の拠点として活用する方針を発表。2019年タストンエアポート社との間で売買契約が成立したため、基地建設計画が進められているというわけだ。南日本新聞記事によると、基地本体の着工から1月12日までの1年で建物や施設も増えたため、まるで基地のための町が出現したようだと言っているね。馬毛島の中央部には建物が10棟以上密集し、宿舎の発電機や重機用とみられる燃料タンクやコンクリートプラントもなども確認され、基地建設工事が開始前からあったタストンエアポート社が建設したとされていた島の東西南北を十字に貫いていた2本の滑走路らしきものは、痕跡すらも全く認められなかったということだよ。防衛省の計画では基地滑走路は2本、島の北北西から南南東にかけての長さ2450メートルの主滑走路と1830メートルの横風用滑走路なんだ。この2本がくの字の形に交わるように設計されていて、滑走路地区の工事は2024年9月頃には完了見込みとなっているんだけど、現時点では全体像はまだ認められないね。防衛省の馬毛島基地イメージ図では、島の東側の海岸線に3本の桟橋など幹線係留施設の設置が予定されているな。こういった桟橋は現在空母化改修工事が進められている出雲型護衛艦。基準排水量19,950トン、全長248メートル、全幅38メートルの接岸入港を可能にするものだぜ。係留施設として桟橋のほか、防波堤や小波堤なども建設される予定で、馬毛島に大量の物資や人員、燃料などを搬入するためには必要不可欠なもので、桟橋は沖合1300ムまで伸ばす予定らしい。馬毛島基地のイメージ図には滑走路に沿って点在する駐機場スペース、整備などのための関連施設や管制塔などの飛行場支援施設が書かれているよ。他にも基地要員などの生活スペースを含む訓練関連施設や、航空機格納庫に燃料庫や弾薬庫、桟橋から揚陸した物資を収容する施設などが配置されているんだ。横須賀を母港とするアメリカ海軍第7艦隊の空母ロナルド・レーガンは乗組員の休養や補給整備のため、年間数ヶ月は横須賀に寄港することになっているみたい。その間、艦載機パイロットは空母からの離発着ができません。その代わりというか、アメリカ海軍ではパイロット空母着艦資格維持のため、陸上の飛行場での FCLP 実施が義務付けられているから、平時においてはおおむね年に1回もしくは2回、5月か8月に実施されるのが通常であり、訓練1回につき10日間ほどの期間で、昼夜の区別なく行われることになっているんだって。この FCLP は空母が出航する直前に集中して行われていて、陸上の滑走路を空母飛行甲板に見立ててタッチアンドゴーを繰り返すものだが、夜間離着陸訓練 NLP では騒音問題が発生しやすいのは予測できるよな。日本での FCLP は当初、横須賀を母港とする第7艦隊の空母艦載機が厚木基地を陸上基地にしていたため、横田基地なども併用して実施されていたが、両基地とも市街地が近くにあるため、騒音問題が絶えなかったわけだ。それで1991年平成3年8月からは横須賀から南に遠く離れた小笠原諸島の硫黄島基地で実施されるようになっていたわけだね。しかし、厚木基地から硫黄島基地までは距離約 1000km で、長距離飛行のせいでパイロットは疲労するし、航空機は疲弊、大量の燃料消費などアメリカ軍は経費増大を不満として、2017年平成29年に空母艦載機が山口県岩国基地に移転してから、岩国基地に近い代替地での FCLP 実施を要望していたわけだ。
でもアメリカ軍の経費って日本も分担させられているんだよね。太平洋戦争激戦地だった硫黄島は距離が遠いだけでなく、今も火山活動が活発だから、その点の不安も理由にされているんだろうね。アメリカ海軍は岩国基地から近い馬毛島での FCLP は歓迎しているらしい。馬毛島の基地建設については、一部の市民などが反対を表明していて、馬毛島を管轄する種子島の西之表市では2021年1月に実施された市長選挙で基地整備に反対する候補が144票差で当選したため、今後の計画推進を懸念する声があるみたい。ただし西之表市議会は自衛隊施設誘致賛成の姿勢を示していて、今後については市長と反対派市議の動きが注目されているだが、種子島島の3市町村のうち、西之表市以外の中種町と南種町では町も町議会も自衛隊施設整備に賛成しているらしい。防衛省は海上航空陸上自衛隊それぞれに馬毛島での訓練を計画し、常に150から200名の隊員を駐在させる予定にしているね。種子島には宿舎を建設し、その家族も居住させることになり、馬毛島島内には施設保守管理に必要な最低限の隊員以外、基地隊員は種子島宿舎から定期船などで馬毛島に通勤する予定にしているんだ。ということは、過疎が進む種子島で1000人近くの若い世代人口が増えることになるから、地元では地域の活性化つながると歓迎する声も多いと見られるな。さらに基地や宿舎で必要な食料品や生活必需品などを地元で購入すると期待されるため、種子島島内の経済活性化に大きく貢献するとも予想している向きもあるらしい。反対の声が一部にあるとはいえ、種子島島民の総意としては自衛隊施設整備を歓迎する空気が強いとみなされているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2024年1月25日、防衛省は陸上自衛隊の重要装備品において、旧式化しつつある旧6式走輪装甲兵員輸送車の後継となる次期走輪装甲車として、これまで発表されていたフィンランドのパトリシア製の走輪装甲車 AMV に加えて、三菱重工業が設計開発した共通戦術走輪車を合わせて選定し、それらを量産して取得した上で、各部隊に配備する方針が決定されたことを示したよ。この共通戦術走輪車とは、現在陸上自衛隊への配備が進められている走輪8輪の、1六式機動戦闘車の車体をベースとする走輪装甲車ファミリーの呼び名で、機動戦闘車としての機能の他に、歩兵戦闘車型、機動迫撃砲型、偵察戦闘型の開発が進められているぜ。今回はそんな陸上自衛隊の共通戦術走輪車の選定が決定した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。当初、共通戦術走輪車の開発について防衛省は、2018年1月に三菱重工業との間で共通戦術走輪車システム設計 A の開発契約を結び、2018年2月には小松製作所とも共通戦術走輪車システム設計 B の開発契約が結ばれていたが、2017年12月26日に共通戦術走輪車システム設計 B の契約を結んでいた小松製作所と防衛省は、試作車の防弾板などでの不具合を理由として開発完了予定時期を2021年以降に延期することを発表した後、2018年6月2日には開発計画が白紙になったと発表されて、7月27日に、正式に走輪装甲車会とも呼ばれた共通戦術走輪車システム設計 B 開発事業の中止が発表されたんだ。そのため98式走輪装甲車の後釜には装甲走輪車会と比較検討されていた、フィンランド製のパトリア AMV が、比較運用試験において三菱製の試作車両よりも優れた性能を示したとして採用が決定され、2023年度防衛予算に次期装甲車の取得費用として26両分136億円が計上されていることから、日本国内の企業によるライセンス生産の道筋も示されていたみたい。2023年8月31日には防衛装備庁が、プロジェクト管理装備品等の現状において、
装輪装甲車 AMV の取得数量を派生型も含めて810両を調達することと、その1両あたりの運用期間が20年とされることを発表したよ。そして、2023年9月1日にパトリア社から、日本製鋼所との間でパトリア AMV-XP のライセンス生産契約を締結したことが発表され、同社では防衛省を通して陸上自衛隊に最新の装甲車両を納入するために、日本製鋼所と強力なチームを結成するとの意気込みを示していたな。パトリア AMV-XP は基本型の AMV の改良型で、AMV とはアーモアードモダラービークル装甲モジュラー車両の略称となっているぜ。1995年に、それまでフィンランド軍で運用されていた、6輪の装甲兵員輸送車 XA180 の後継車両として開発が開始され、当初は6輪式と8輪式に加えて10輪式の車両も試作されたんだけど、あと20輪式は製作が中止されて、AMV は8輪タイプが主流となったね。車体の防御力は高く、TNT 火薬 10kg までの爆発力に耐えられるほど、地雷や IED 足跡爆発装置に対する防御能力に優れている他に、車両前面の装甲は、口径 30mm までであれば戦車などの装甲を貫くために開発された双弾筒付き翼安定鉄鋼弾 APFSDS の直撃に耐えることが可能とされているよ。そして、乗員3名の他に、車体後部の向かい合わせの座席が設置されている兵員室22名が搭乗することができ、これは旧6式装輪装甲兵員輸送車の乗員2名と兵員8名よりも多いぜ。また、機動力が高く、不整地走行における速度と登坂力のみならず、乗員の乗り心地までも高いレベルで両立させているため、兵員の疲労が少ないとされているな。さらには、車体後部の左右に水上航行時用のスクリューを1機ずつ備えており、最大時速 10km の水上航行性能も有しているらしい。そしてこの AMV の最大の特徴は、車体がモジュラー構造で設計されていることにあり、各種の砲塔並走センサー通信システムなどを必要に応じて組み合わせて運用することが可能とされ、これによってほぼ同一の車体構造とパワーパックを搭載する装甲兵員輸送車歩兵戦闘車式通信車、装甲救急車戦車駆逐車自走迫撃砲機動砲車両などの派生型を簡単に製造することが可能なことにあるんだ。このことはこれらの様々な軍用車両の製造のコストダウンにつながるほか、整備性の向上にもつながり、戦場における稼働率の向上にも貢献するとされているね。今回発表された共通戦術装輪車はこのパトリシア AMV の構想を参考にしたとされ、すでに実用化され配備が開始されているヒト6式機動戦闘車をベースに各種車両の開発が進められていて、52口径の 105mm ライフル砲を持つ歩兵の戦闘支援用の戦車とも言えるヒト6式機動戦闘車とともに運用されることになるというよ。この共通戦術装輪車の車両として開発が進められているのは、歩兵戦闘車型機動迫撃砲型偵察戦闘車型の3種の装甲車両だね。歩兵戦闘車型は、8輪の装輪式歩兵戦闘車として運用され、乗員3名が車長砲手操縦手によって運用される他に兵員8名が乗車でき、搭載されている武装はマーク、44-30mm 機関砲とマーク、52-72mm チェーンガンだぜ。機動迫撃砲型は、車長操縦手照準手砲手弾薬手の5名が乗車する装輪タイプの自走迫撃砲として運用され、車両後部には 2R2M 迫撃砲を搭載しているな。この 2R2M 迫撃砲とは、フランスのタレス社が開発製造した車両搭載型のライフル付き 120mm 重迫撃砲で、アメリカ海兵隊ではこれをさらに発展させたドラゴンファイアと呼ばれる、すべてにおいて自動化された重迫撃砲システムを運用しているらしい。そして偵察戦闘車型は、車長砲手操縦手監視員接行員の5名によって運用され、武装は歩兵戦闘車型と同じマーク、44-30mm 機関砲とマーク、52-72mm チェーンガンで、歩兵戦闘車型では兵員を搭乗させる車体後部に、カメラが搭載された監視装置や衛星通信アンテナなどが装備され、
陸上自衛隊が現在運用している87式偵察警戒車の後継車両的な扱いになるのではないかと見られているね。防衛省ではこの共通戦術装輪車をその機動性能や火力などについて評価した上で、16式機動戦闘車が配備されている即応機動連隊及び偵察戦闘大隊への配備を見込んでいるというんだ。即応機動連隊とは25代以降平成26年度以降における防衛計画の大綱によって新編された連隊で、機動師団機動旅団の霊下部隊として2018年3月27日平成29年度末から編成が開始され、現在は6個連隊が編成されて配備されているね。これまでの連隊は普通科など単一の職種で構成される最大の部隊単位であったが、即応機動連隊は16式機動戦闘車をはじめとする装輪装甲車などを保有することで、機動力と非輸送性が高められた諸職種部隊でありパッケージ化されていて、有事の際などに必要に応じて諸職種部隊となる普通科部隊とは異なり、平時から諸職種部隊で編成されているため有事の即応性が高いぜ。また、機動迫撃砲型の同じく量産単価は約 8.6 億円とされ、そのライフサイクルコストを約1529億円で計上しており、約100両を取得するようだな。メディアや軍事専門家の中には、同様のコンセプトを持つ2種の装輪装甲車を採用することに対して、共通戦術装輪車に対してさらにコストがかかる AMV の採用は取りやめるべきとの批判的な意見を述べる人もいるよね。しかしながら、共通戦術装輪車は2024年度平成6年度防衛予算で歩兵戦闘車型24両及び、機動迫撃砲型8両の調達を予定しているに過ぎず、まだ量産化されていないことから6個の即応機動連隊への配備が完了するまでには時間がかかり、それでは相応機動連隊が有事の際に役に立たないよな。そのために、すでに量産化され数年で800両以上の調達が可能な AMV をひとまず運用しておきながら、共通戦術装輪車の保有数を増やしていくのは合理的であり、三菱重工業など国内の防衛産業を維持成長させておくことは国防上の最重要課題であり、そのためにも防衛装備品の国産化と、兵器における最新技術を学べるライセンス生産を並行させていくことも必要だろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。